どうも、どうも世界100億人の家族内からご飯の皆さん、おはようございます。ハローの西です。はい、9月10月じゃない、両方とも11月16日です。はいはい、寝れましたか？寝たんじゃない？寝れてるみたいな。よく寝ました。よく寝たおかげでね、はい、眠いです、まだ。はい、はい、寝すぎてね。はい、よかったです。はい、はい、うん、まあ、特に話題ないんですけど。話題ない？今日あれだよね、今日一回ね、うん、クビチェック行くんだよね。ああ、そうですね、もう9時45分だから座られてるかもしれないですけど、まあ見に行きましょうね。うん、ちらっと見て、はい、スタバ行ってですね、動画編集やってみましょう。うん、すごい声出たけど。もう疲れてんだよ、ほんとに。もう今日野球韓国戦あるんですけど、もう出てじゃないよ、出た出た、もう1位2位日本と韓国決定してるのに、今日試合やる意味ありますか？で、明日もまた韓国戦なんですよ。もうその両チームが突破するの決定してるから。何でそんな勝とうが負けまいが、どういうモチベーションで先々週試合したいですかね、あれは。いや、僕分かんないですけど、それ以外の情報なんかちょっと有利になるのがあるのかもしれないですけど、今日勝ったら多分ないですよね。はい、練習試合ぐらいの気持ちで行ったらいいかもしれないですよね。むしろもう野手とかにピッチャーやらせて、もうできる限り体力使わないからね。はい、どういうモチベーションでやるのかちょっと分かったら、選手の方ちょっとコメントお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ行ってきます。イエス。がさ、集中させる人聞く転生になっちゃう。気づいたか分かりませんけど、僕らのこの報告動画で結構再生回数良かったの、うん、あの福島でめちゃくちゃあのなんかもう待ってるからちゃう。今もう開催するぞ。はい、どうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。はい、今あの背景大事だっていう話をしてたんですけど、はい、柴田さんの動画のあのなんか。あの何々聞けシリーズ、何聞け救いたい、救いたいシリーズ、救いたいシリーズ。最近沢尻エリカ救いたい、もうすごいですね、沢尻エリカ救いたいです、うん、すぐ出しましたからね、あのスピード感すげえだってきましたね。レスポンス早すぎる、うん、すごいと思う、うん、で、まあ、背景大事っていう話で、まあ、うん、今ね、うん、ホテルのロビーで撮ってるんですけど、結構映えてますよね、うん、ちょっと緑もあるしね、多分ね、うん、で、これが入ったことあるんですけど、堀江さんがね、最近あのエジプトのピラミッドの前で撮ってる、捜査について語られてるのを撮ってて、それもすごいやっぱり映えてて、あ、いいなっていうふうに思うんですよね、感情的に、うん、はい、で、僕たちもあの実で、まあなんとなくな感じで、あの福島行った時に結構後ろがすごい綺麗な景色、なんていうんですかね、わかります？ログハウスみたいなとこ泊まってる。ああ、はいはい、はい、うん、あとね、ユースホステルか。はい、ユースホステルで、うんうん、すっごい景色いい時、空も綺麗で、はいはい、自然がバック綺麗でって時、その時は視聴回数が結構上がったんですよ。ああ、そのストレート撮った時か。そう、あそう、うん、この、まあ、報告動画正直あんまり再生回数ないですけど、まあね、はい、まあ、まあ、これからいいですね、楽ともやっていきたいです、僕は。これはそうね、やっぱり、うん、やっぱりこれから AI の時代とかになってきて、やっぱり人間にしかできないことってあると思うんですよね、うん、だからただ単に機械的にパチンコ動画撮ってそれだけを出すっていうのはしたくないですよ、うんうん、だから、ね、コメントとかでいちいち喋って乗り捨てとかよく言われるんですけど言われるね。そうそこが僕たちと味なんですよ。な、ほんとに人間にしかできないこと、うん、うん、そう、だからそこをこだわってやっていきたいなっていうふうに思ってるんですよね、うん、はい、で、今日の報告いつもと違う入りですよ、そうだな、はい、今日の報告、はい、今日はね、まあ基本的に、まあ、編集を中心にやっていった感じですね。ですね、はい、ずっと編集だったね。ずっと編集で、うん、はい、まあ僕はね、一昨日編集したのは、ね、時間かけてたのが全部吹っ飛んじゃったんであ、結局ダメだったんだ、はい
あの打ち込みを。あの打ち込みはなかなか伝わらないでしょう、皆さんに。はい、そうだね。まあ、全部僕は悪いんですよ。ちゃんと保存しとかないっていうね。はい。ちょっとね、まあ、メカニックとかね、ちょっとね。僕はちょっと、すごい弱いところなんでね、メカニック系は。うん、まあ、お互いね、いいところを生かしていきたいなと。うん、いうふうに思って、まあ、西村さんの、ね、パチンコスキルがめちゃくちゃ上達してるので、ね、うん、本当にもう、まあ、僕レベルに、トロックの時間の問題なぐらいな感じなのでね。うん、ありがとうございます。いや、西村さんばっかりちょっと成長して。逆にカラコチャンネル、カラコ出なくなるんじゃないかぐらいのちょっと怖さを持ってますけど。それは危ないね。危機感持って。はい。まあでも、歴が違うしね。はい。うん、まあまあ、そこだけはちょっと、僕はちゃんと上にいるようにしたいんでね。で、僕はね、ちょっと帰りにね、まあ、ご飯食べた後に、うん、1時間だけね、まあ、右下チェックがてら打ちに行ったんですね、うん。はい。で、北斗 A と打って、うん、マイナス1500個だから、いくらだっていう、多分5500円ぐらいかな。うん、かける3.63なので、うん、はい、でした。うん、ただ、まあ、収穫としてはやっぱり北斗 A とかなり参りましたね。うん。うん、やっぱりね、へそ無調整、まあ、ちょっと空いてるんですけど、うん、太い糸はかなり回ります、うん、はい、他は削りなければ、はい、というのがよく分かりましたね。まあ、うん、もうあれだよね、旗からというかパッて見てるのにそんなに空いてないなと思いつつ回ったっていう話でしょ。そうですね、うんうん、福島の時もあったんですよね、うんうん、そうでもないなと思ったけど意外と20後半、8、9ぐらいあったっていうね、28、9ぐらいあったっていう、うん、すごいよ、うん、結構プロもね、狙ってるみたいだよね。うん、あ、そうなんだ。うん、これ、うん、やっぱそういうところなんですかね。ボーダーは甘くはないですけど、決して、うん、うん、たくさん回るっていうね。うん、はい、あ、まあ、そうだよね、うん、あ、右打ちも狙えるしね。そうなんですよね、美味しいよね。そうなんです。はい。で、一応昨日あの大海がね、めちゃくちゃゲーセン並みに振り開いてるって話をしたんですけど、はい、はい、まあ、そこを見まして、うん、はい、まあ、昨日の感動レベルまではなかったんですけど、はい、ただそこの1台だけやはりまだ全然打てるぐらい、うん、ちょっと狭くなってましたけど、うん、っていう感じがしました。うん、いい店だね。いい店です。うん、で他もね、あ、もう閉めてるなっていう台と、うん、オービーブラック199が、うん、あの最新のやつじゃない1個前のやつですけど、うん、が結構今日見たら開けてるなっていう感じなんで、うん、で閉めるのと、開けるの結構メリハリつけてやってるっていう、うん、ところですね。そういう店いいよ、うん、なんかさ、俺の感想なんだけどさ、はい、あの1個前に行ってたさ、うん、あのお店やったじゃない。はいはい、ちょっと説明ちょっとやめてくださいって言われちゃったところ、はい、あそこなんかはさ、なんか前台比較的開けるけどさ、はい、なんかいろんなとこ削って結局どの台もちょっと回るみたいな、うん、調整してる印象をすごい受けたんです。そうなんですね。そうですね。そうだっす。そうだっす。そうだっすよね。確かに、のりさんです。そう。で、なんか、そういう店に比べるとさ、メリハリつけてるお店ってすごく狙いですよね。うん。っていう印象を受けました。ですね。その店もね、まあ、勉強になりましたね。ね、また。やっぱり、すべてへそだけじゃないよと。うん。すべての国に意味があるっていうね。うん。はい、いいね、名言だ。すべての国に意味がある。そうです。いいですね。あ、今日のサムネタイトル決まりましたね。決まりました。すべての国に意味ある。いい、格言出た。カラコ名言集ですか。で、大海ブラックを昨日ね、西村さんに釘見てもらった時に説明したんですけど、うん、それがまさにね、証拠になるぐらいのね、あ、この店開け閉めしてるんだなっていうのを説明したの覚えてます。覚えてる。あの釘のさ、はい、盤面のところでしょ、はい、がなんかちょっとこう白くなってったり。そうそうそう、そこの釘の奥が白くなってる
つまりどういうことかというと釘を叩いてるんですよね、たくさん、うん、だから、イコール釘調整をたくさんしてるお店だっていうのは推測できるんですよ、うん、イコールいい店、うん、なんか台によってはさ、割れてるとこない盤面が。ああ、はいはい。割れてる、ひびがちょっとピキって入ってる。うん、やりすぎて。でしょ、そんなって。うん、まあ、中にはね、全く本当にずっと、釘調整しないってお店もあるんで、うんうん、やっぱり開けるときはちゃんと開けて、閉めるときはちゃんと閉める。うん、このメリハリをしてくれるお店が理由ってですから。うんうんまあ、ずっと開けてる店はさすがにないので、そんな店は、うん、はい、うん。だからね、今の店はかなり狙って、うん、行きたいなっていうのを2人で今日話し合って決めました。うんはい、もう新規開拓は基本はもうあんま考えてないです。うんはい、残り日数も少ないんでね。なんでね、はい。なんだかんだ、多分打てて5日間とか、6日間とか、あそんな感じよね。そうですね。うんはい、です。うんはいはいありますか。ついに僕の仲間が増えて、はいうん、メルビンが戦士になりました。初めてどれくらいですか、ドラクエ7。一週間経ってないから 5、6日ぐらい。いやどんだけゲームやってんだって。もうこの見てる方 2% ぐらいしかこれ分かんないかもしれないですけど、1週間で、ね、旅打ちをしながらメルビンの仲間にしてるってどんだけドラクエに時間使ってんだってね。さっき冒険の書のね、あのプレイ時間見たら、うんまあ、一回寝落ちしちゃった日があったから、うんまあ、なんとも言えないけど45時間だった。まあ寝落ちを差し引いたら、まあ、まあまあ37、8時間ぐらいですかね、はい、ね。まだまだパワーあるってことですね、西村さんは。ええーパワー、ちょっと精神的なもの、ちょっと思うこと多いからさ、話は。はい。頑張ってボスさせてください。はい、次はアイラーを仲間をするために頑張ります。あ、選べるやつでしたっけ、ドラクエ7って。あ、ドラクエ7じゃないか、あれ選ぶのかな、ドラクエ4か。お、天空の花です。あ、そっかそっか、確かに。はい。はい、でもいいやつだ、ケトくん。はい、すいません。はい。じゃあ。はい、じゃあ、バイバイ。チャンネル登録してね。